誰かに話したくなる英会話、文教大学の提供でお送りします。 Hello everyone, I'm Lena Yamazaki。 ここからは誰かに話したくなる英会話、文教大学あの光一先生と一緒に今日覚えてすぐ誰かに話したくなっちゃう英会話を学んでいきます。あの先生、今日もよろしくお願いします。 Hi everyone, 文教大学のあの光一です。リスナーの皆さん、レナさん、今日もよろしくお願いします。お願いします。さて、リスナーの方から今日も質問が届いています、はい、ラジオネームダンケさんからです。海外旅行客の方が増え、飲食店で見かけることも多くなりました。セルフ方式のお店で注文したものを取りに行かないといけないのに気づいていない場合、どんな言葉をかければいいのでしょうか、ということなんですが、これ難しいですよね。そうですね、最近は自動販売機で食券を購入して、番号がモニターに提示されたり、あるいは何番の方って呼ばれたらカウンターに取りに行くって方式多くなってますよね。このシステムを知らない方にどうやって教えるかっていうことだと思うんですけど、そうですよね、何番の方って呼ばれる時が、それが日本語とかだと、58番の方みたいなの、英語でね聞き取れないですからね。そうですよね、難しい、今の何番呼ばれるんであれば、When your number is called、 あなたの番号が呼ばれたら、それからあるいはWhen your number is shown on the monitor、 モニターにあなたの番号が表示されたら、これであればもし英語しか分かんなくても、番号数字で分かりますよね、こう言ってから Go to the counter and pick up your order、 カウンターに行って注文したものを受け取ってください。このように言ってあげればいいと思います、最後に今オーダーって言いましたけれども、食事という意味のミールも使えるんですけれども、飲み物なども注文すると思うので、オーダーを使っておけばどんな場面にも使えると思います。そうですね、それからフードコートなどでは、呼び出しのベルを使うことってありますよね。あのような小さな無線での呼び出しの機器は英語ではペイジャーって言うんですよね。そしてビーっていう音を出すという、ビープっていう動詞を使って、When the pager beeps, go to the counter and pick up your order。 それからもしバイブだけのペイジャーだったら、 When the pager buzzes, go to the counter and pick up your order。 こんな風に教えてあげたら困らないと思いますね。バイブが鳴っているっていう動詞が、バズですね。バズっていうのは蜂なんかが飛んでブーって音がするっていう、ああいう音のことをバズというので、こういう時に使えるんですね。ちょっとペイジャーとビープとバズを覚えておけば、とりあえず無線での呼び出しの機会は一通りこう言うことができる、通じる、言うことができると思いますね。なるほどなるほど、分かりました。ちょっとラジオネームダンケさん、覚えることいっぱいあると思いますけれども、ぜひ覚えて使ってみてください。メッセージありがとうございました。ここで一曲お送りするのはクエオソル、セルフ。
りしたのはクレオソルセルフでした。番組では皆さんからあの先生に教えてほしい英会話のシチュエーションやフレーズなどを募集しています。メッセージは番組公式ホームページまで。なおメッセージを読まれた際にはクオカードをプレゼントしています。あの先生、また来週もよろしくお願いします。 See you! See you next week!